日本静岡県浜松市中区松城町、浜松市美術館商城町は、静岡県浜松市中区の町名。定番を持たない、単独町名である、住居表示未実施。面積は0.1587平方キロメートル。浜松市中心部に位置し、浜松市立中央図書館、浜松市美術館などの文化施設が多く所在する。町域は、 浜松市の繁華街に隣接しているが、史跡と公園に囲まれた街並みはそれらと一線を隠している。江戸時代には浜松城内の一部だった。浜松城内の一角であったため、白の字を入れ、松の字は浜松城内の史跡、鎧係りの松から取ったものとされる。明治維新により浜松城が廃城になるとその土地を、 優先的に払い下げられた氏族や魚町の商人たちが移り住み、1882年に、それまで浜松城内の小技だった作座、生まれ、袋町の三つの字を合わせて一つの町とし、松城と名付けられた。作座は浜松城の西側に位置し、その由来は徳川家康の重臣、本田作座衛門主月具が狂わをここに構えたことによる。 1678年から1702年まで、浜松城の城主だった青山市の時代に作成された資料、五家中配列図によるとこの辺りは、作座とだけ記されていることから、江戸中期には、車は、すでになく、地名として定着していたと考えられる。作座の名は、今でも浜松城公園の中に、作座山、作座の森として残されている。 馬霊の地名は、浜松城の武士がここにあった池で馬を冷やしたという伝説が残されていることを元に名付けたという。前日の五家中配列図によると、ここに馬霊地という小さな池が記されているが、現在は埋め立てられていて存在しない。袋町は武家屋敷が密集し、町並みが窮屈で袋工事のように連なっていたことに由来する。浜松市中央図書館の場所に、 浜松城の出丸があり、高野町へ出る境には、えのき門という城門があった。2018年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。浜松開幕こと館中学校、高等学校路線バス庁内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。